スタニスラフ・コンスタンチノビッチ・スミルノフは、ロシアの数学者。専門は、複素解析、力学系、確率論。現在は、スイスのジュネーブ大学に在籍している。2010年に、フィールズ賞を授与された。スタニスラフ・スミルノフは、1970年、旧ソビエト連邦のレニングラードにて誕生した。1987年までサンクトペテルブルクにある。 物理学と数学の専門高校税239に通い、1992年にサンクトペテルブルク大学を卒業した。後にアメリカ合衆国のカリフォルニア工科大学に留学し、ニコライ・ジー・マカノフの指導の下、ジュリア集合のスペクトル解析と題する論文を表し、1996年に博士号を与えられた。その後、イエール大学、 マックス・プランク数学研究所、プリンストン高等研究所に勤務した。1998年にスウェーデン王立工科大学に移り、2003年からはジュネーブ大学に在籍している。スミルヌフは1986年と1987年の国際数学オリンピックにおいて2大会連続で満点による金メダルを獲得した。その後、 1997年に、サンクトペテルブルク数学会賞、2001年に、クレー研究賞、サルム賞、およびゴラングスタファソン賞、2002年に、ローロ・デイビッドソン賞、2004年に、ヨーロッパ数学会賞を授与された。そして2010年に、パーコレーションの、友形普遍性の証明と統計物理学における、 平面維持ング模型に関する功績が評価され、フィールズ賞を受賞した。ありがとうございます。